ヘンスリー、フィレモン・アカシオ・ミューレンスは、オランダ領アンティルのキュラソー・イレムスタット出身の、元プロ野球選手、野球指導者。ウトウミギウチ。NPB での登録名は、ミューレン。NPB 史上初のオランダ人選手である。国際大会では2013年から、野球オランダ代表の監督を務めている。1985年にアマチュアフリーエージェントで、 ニューヨークヤンキースと契約してプロ入り。1989年8月23日のボストンレッドソックス戦で8番サンルイシュとして MLB デビューを果たし3打数1アンダをマークする。1994年に NPB の千葉ロッテマリーンズに入団。カリブ海にあるキュラソーはオランダ領であることから日本初のオランダ人スケットが誕生した。 英語、スペイン語、オランダ語を話せるマルチリンガルとして、戦士名鑑に登場した。登録名は、ミューレンとされ、離日直前のサインには拙ないながらも、カタカナで、ミューレンスと、添え書きしていた。ロッテでは23本類が、69打点の数字を残したが、翌年のボビー・バレンタイン監督賞兵に当たり、構想外となり1年で自由契約となった。 1995年にヤクルトスワローズに入団した。ヤクルトは同年阪神タイガースからアベレージヒッターのトーマス・オマリーを獲得したものの、広沢勝美とジャック・ハウエルの二人の長距離打者が読売ジャイアンツに移籍したことにより、長打力を買ってミューレンを獲得した。開幕二戦目、クワタマが飯田哲也への頭部支給で退場となった後、1点ビハインドの 一四万塁のチャンスで回ってきて、その日は三打席三三振で一エラーのミューレンは、汚名返上のタイムリーツーベースヒットを放って、シーズン初勝利に貢献した。当初は中軸を期待されたが、回において自由に打たせた結果、打率は低いものの長打力を発揮し、恐怖の八番打者的な存在として、同年のリーグ優勝、日本一に貢献した。 1996年も打率の低さと三振が多く、シーズン終了後にヤクルトを退団した。1997年にモントリオールエクスポズで MLB 復帰した。1998年はアリゾナダイヤモンドバックスでプレーしたが、MLB に在籍する期間はそれほど長くなく、アイブフワールドカップやアイブフインターコンチネンタルカップのオランダ代表としてたまに、 顔を見せる程度となった。1999年は独立リーグであるアトランティックリーグのニューアークベアーズでプレー2000年にはクボの3番ウルレーダースでプレーする予定であったが、経営難で同球団は解散し、その後を受けて設立された s k イバーンズに入団。しかし、成績不振によりシーズン途中で解雇された。なお、 シドニー五輪にもオランダ代表として出場している。2001年は再びニューアークベアーズに復帰したが、同年限りで現役を引退した。2009年はサンフランシスコジャイアンツ参加のトリプル A 級フレーズノグリズリーズにコーチとして在籍。また、第2回 WBC オランダ代表のコーチも務めた。2010年からはジャイアンツの打撃コーチを務めている。 2012年4月27日にオランダにおける野球界での功績を称えてベアトリックス女王からナイトの称号であるオーダー・オブ・オレンジ・ナッソーが与えられた。2013年には前年に打撃コーチとしてジャイアンツをワールドチャンピオンに導いた手腕を評価され第3回 WBC オランダ代表の監督を務めた。この大会ではチームを 初の決勝ラウンド進出に導いた。2015年9月10日に第1回 WBSC プレミア12のオランダ代表監督に就任した。2016年1月18日にキューバ代表との強化試合のオランダ代表監督を務める予定だったが、同試合は雨天中止となった。7月17日の日本代表との強化試合でも、 オランダ代表監督を務めることになった。2017年3月の第4回 WBC でもオランダ代表の監督を務めている。2017年シーズン終了後にはヤンキースの新監督候補として面談を受け最終候補まで残ったが落選した。2018年シーズンからはジャイアンツのベンチコーチに転任となり2019年まで務めた。 2020年シーズンからはニューヨークメッツでベンチコーチを務めるも1年限りで退任した。温厚な性格でヤクルト時代の同僚である高津慎吾は性格はヤクルトに来た外国人選手の中でもトップクラスと述べており会話のほとんどは日本語という。また監督だった野村克也も人間的にも最高の男でナイスガイと述べている。 1994年に、ロッテで共にプレーし、ヤンキースでもチームメイトだった、メルホールからは、実績の格の違いや7歳年下だったことを理由に、使い走りをされたり、ロッカーをいじられるなどかなりいじめを受けており、当時の監督だったヤギサワ総6も二度ホールに注意、下が改善されなかった。ミューレンはこのホールの件に関し、ホールは嫌な奴だった。 二度と思い出したくないと語っている。ホールの件は、ロッテのチームメイトでもある、愛子武史が著書で、史上最低の野球選手と告評したり、同じく、小宮雅人が、テレビ出演の折に、ホールのエピソードを口にした上で、こいつだけは許せないと思った、腹渡がにえくり返ったと怒りをぶちまけたりするなど、いかに人格的に問題があったかが伺える。その後、 人格者であるミューレンが現役引退後も野球指導者として成功し母国にも多大な貢献をしているのに比べてホールは引退後野球界に残れなかったばかりでなく歪説罪で逮捕収監され仮釈放すら難しい状況にあるという正反対の人生を送っているヤクルト時代の応援歌はミューレン対談後には高橋里氏、添島幸福都氏に流用され 2011年から2019年までは、同じキュラソー島出身のウラディミール・バレンティンに流用されていた。ヘンスリー・ミューレンに関するカテゴリー。ありがとうございます。